久々に味出たからこの曲いくぜ。 I'm so excited! Yeah.
相変わらず博多のみんなは元気があるみたいで、俺たちはすげえ嬉しいぜ。よしよし、まあよ、近いことだし思いっきり楽しもうぜ。よしよし、まあいつもね、普段ギャー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 やってて頭のおたりんとか言われてるよ。俺でもね、何しろ、人間なんだよ。女の子のこと好きなんです。で、こんな曲を歌いたかったんで、みんな聴いてくれ。Yeah.
Let's dream.
ってるみてえだけど、お前らそのまんまでいいのか？違うだろ。まだ手抜いてるみてえだな、お前ら。おい、もっとよ、わおい、もっと楽しもうぜ。よし、俺たちさ、お前たちに会えてすげえ嬉しいんだよ。俺たちの気持ちわかるか。よし、博多にはよ、2回目だけどよ、これからも3回も4回も5回も6回もやってよ、ガンガン来ようと思ってっからさ、お前らどんどんパワーアップしてくれよな。いけほら、お前らが行かしてれば俺たちすぐ帰ってくるぜ。いけよしよし、まあ今年もう一回来れるか、来年の頭には来っからよ。おい、みんなそれまでさ、この曲を聴いてお前ら待っててくれ。
ご機嫌な君たちにお話をしてあげよう。マネージャーからよチェック入ったんだけど、11月の25日に、つくし会館とかいうやつで俺たち、いいか、その時はよ、ちょっとだけはなんか距離が広くなるのかもしれないけどさ、ここにいるのと同じ気分で楽しもうぜ。よし、はい、宣伝はこれまで。よし、はい、じゃあ今夜のこと考えようぜ。よし、久々に早い曲を聴かせてやるよ。カモン、やろうも姉ちゃんも愛してるぜ。
うるせえな。あのよ、今日結構野郎が多いと思うんだけど、野郎まだ元気あるかい。おお、博多はなんだ、九州男児か。おお、おめえら元気あるぜ。かわいい姉ちゃんどうだい。いや、恥ずかしいからよ。よし、いかしたおめえらに俺たちから新しい曲をプレゼントします。Yeah!
1月の25日だよ。本当によ、心からさ、ロックンロール好きだろ、みんなそうだよな。よしよし、じゃあさ、おまけに最後にある曲をプレゼントします。いいか、楽しんでくれよ。